こんにちは、カウンセラーの山本由美です。今日は、自己肯定感に対する話をしようかなと思います。よくね、ほら自己肯定感上げたいとか、なんか自分に自信をつけたいとか、まあやっぱりあるじゃないですか。で、なんかどうにかして他人の力というか、まあいろんなものを使ってね、自己肯定感を上げようとするわけですよ。なんか間違ってるみたいなのがあるから。だからまあ他人の力っていうのは、そのまあ仕事でもいいし、家族とか結婚するとか子供とかでもいいし、まあ資格とかお金とか、まあそういうものですよね。もう物で、物、目に見える自分はこういうのも勲章みたいなものなんですよ。なんか昔のさ、映画とか見るとさ、こう勲章つけてる、いっぱいつけてるおじさんみたいな、あるじゃん。ああいうのがいっぱいあると自己肯定感が上がると皆さん思っていて、なんかそれに対してひっちゃきになったりとか、まあ挙句の果てには、まあ前も言いましたけど、こうスピリチュアル界でちょっとね悟ろうみたいななんかそれさえも、悟りさえも、あのものになってしまうという、まあ、精神の物質主義っていうねことを、まあ、昔書いたことがあったりとかするんですけど、まあ、悟りさえもそういうね、なんか私はよ、こういうオーラを持ってるとか、私の肌はいいとか、まあいろいろ、まああるわけじゃないですか。で、まあ、本当に、まあ究極のところですよ。究極のところは、あなたの自己肯定感を上げたいとなった時には、何かを付け加えることは自己肯定感を下げます。だって足りないから付け加えるんでしょ。で、自己肯定感を上げるには全部 OK を出していくしかないです。今までの人生、今までのできなかったこと、今までやってきたこと、全部です。で、なんか結構自分は間違ってる、恥ずかしいという存在であるということを、まあもうデフォルトとして持っている方が多いので、当たり前なんだけど、まああれだよね、あのこうなんていうの、やっぱ日本の風潮主義、なんかマスクとか見てももう、いまだにマスクしてんだみたいななんかイタリア罰金とかなくなったら誰もしてないけどみたいな、結構そういう、やっぱり人にどう見られるとか、まあ、もちろんさ、まあ、今の日本に私も帰ったらさ、多分おじさんとかにぶん殴られるの嫌だからさ、マスクすると思うんだよね。でもさ、わかんないじゃん、どっからなんか人にわーわー言われる、めんどくさいと思うからしない。でもだからもうなんかめんどくさいな、日本に帰るのと思うんです。それぐらいやっぱりこう他人に対しても、なんだろう、多いし、批判が多いし、なぜかっていうと、それは自分に対してすごい批判が多いんです。だからインナーチャイルドの人って、なんかルール守ってないとイライラする人多いんですけどあの自分がね、がっちりルール守ってるから、この人なんでルール守れないんだろうみたいになるんですよ。で、なので一番大切なのは、何かが間違っているから、私の何かが足りないからそういう状況になってしまっているわけではないんです。コロナとかもまさにそうじゃないですか。なんかこうコロナになっちゃうと、手洗ってなかったからとかさ、なんかさ、いっぱいそういうのみんな思うじゃないですか。違いますよ。そう、なるときはなるから。ならな、なら、だってば、だ、私なんて本当マスクもイタリアでしてないし、もうなんかすごい適当に、手とかもそんなになんか毎回入るた、私あんまりあの消毒液とかね、肌に良くないからしないし、なるべくなんかスーパーとかでも前、じゃあちゃんとやってくださいって言われて、ちょっとごまかしたりとかしてましたもん。やっつけてるふりとかしたりとかしてたし、それでも別に死んでないわけですよね。で、全ての、まあそのコロナはすごいバカバカしいことだからどうでもいいんだけど、私にとっては、全てのことはあなたのせいではないんです。
まあ、交通事故とかもあったかもしれないし、まあ、インナーチャイルドで親にぶん殴られたかもしれないし、まあそのなんだっけ、セックスレスで、レス悩んでますとか、まあ、結婚してないんですけどとか、なんかそういうもの全てですね、あ、例えば結婚してないとかだとすごいみんなに責められたりとかするじゃないですか。何一つと経験として足りないものもなければ、大切なものもないんですよ。 しなかったことによって何か失ったものは何もないんですよね、実際には。あの、もちろんね、したいんだったらそれこれからまだ頑張ればいい しようとか、あの、婚活しようと思えばいいんですけど、別に したければすればいいんですけど、あの、できなかったからといってあなたに何かが足りないわけではないんです。たまたましなかっただけ。例えば私今イタリアに住んでるじゃないですか。じゃあイタリアに住めていいねって、いや、たまたま日本に住めなかっただけなんです、そういう言い方をすると。なので別に手に入れなかったものに対して何か本当に足りないものは何もないんです。それが自己肯定感なんですね、持っていくのに。で、何も間違ってない、あなたは何も足りないものがないっていうとこから始めると、あの、自己肯定感は上がったという言い方をするんですが、まあ、別に上がったんじゃなくて普通に戻っただけなんです。でもそれは何にも本当に間違ってないんで、あなたのせいではない。なんかもうすぐ、すいません、ごめんなさい、私がいけません、 あの人がちょっと怒ってるから私なんかやっちゃったのかしらみたいのが、もうまさにあのインナーチャイルドというか、まあ、その今日なんかちょっとある人の YouTube みたいな、もう洗脳されてますよとか言ってたけど、やはりその嘘に騙されちゃっている状況なんですよ。すいません、すいません、すいません、もういや、それやめよっていう話なんですね。だからカウンセリングとか受けなくても、それをバスってやめればいいんです。私は間違ってないんだって、私正しいんだって、それは人と違ってもいいし、人とまた全く同じでもいいし、お金があってもお金がなくてもいいし、仕事があっても仕事がなくてもいいし、好きなことやってても好きなことやってなくてもいいし、ニートでもいいし、結婚してなくてもいいし、全部いいんです。学校行ってなくてもいいんですあの大人になってからも学校行ってないかったことに対してね、あの、悩んでる方、悩んで私はいけないと思ってる方いますけど、もう学校なんて行けないのは当たり前ですよ、もう私からしたらね。なのでそこを皆さんの、そこが一歩です。まず自分は絶対何かあっても間違ってないから、で勝手に怒ったり勝手に怒鳴ってただけだから何にも間違ってないわけ。そこからです、自己肯定感は。何かを付け加えることによって自己肯定感は上がりません。なぜなら幸せにもなんないから。なので今の自分を全部 OK なんです。だからなんかそのやりたいことがなくなっちゃうんじゃないですか。違いますよ、全部 OK な上で何がしたいなんですよ。したら絶対行動とかも変わってくるんですよ、やりたいことも。資格取るんじゃないかもしれないです、それは。だからその自分を全部 OK にしていく作業って、すごい難しいんですけど、これね、カウンセラーさんとかやるとね、めちゃめちゃ面白いから、あの、ぜひぜひおすすめですが、あの、これです、究極ここ、自己肯定感。ということで今日もご視聴ありがとうございました。さようなら。